国土開発幹線自動車道とは、国土開発幹線自動車道建設法に基づき、建設することが予定されている道路である。高規格幹線道路の一つである。法第一条で、この法律は、国土の普遍的開発を図り、画期的な産業の立地振興及び国民、生活領域の拡大を期するとともに、 産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、または横断する高速幹線自動車道を開設し、およびこれと関連して、新都市および新農村の建設等を促進すると謳われている。この法律は、1957年に国土開発縦貫自動車道建設法として、交付、施行、 6つの旧道路建設法を廃止して1966年に改正されたもので、全国の都道府県を結ぶ高速道路網として32路線、総延長 7600km の予定路線が定められた。1987年に第4次全国総合開発計画に基づいて従前の路線を延伸、または新たな路線を追加した改正が行われ、 現在の延長は1 1 5 2 0トルとなっている。国間道は予定路線のうち基本計画が決定された区間から順次高速自動車国道法第4条第1項の規定に基づく高速自動車国道の路線を指定する政令によって高速自動車国道とされる。2009年の第4回国土開発幹線自動車道建設会議までに 予定路線の92%に当たる延長1 623km の区間が基本計画に、またうち 9428km の区間が整備計画に策定されている。日本の高速道路建設は戦前から構想はあったものの、戦後復興期になってから田中誠一と田中角栄の2人の活動もあって、ようやく実現化されたが、 当初は個別路線単独に計画が進められ、6つの自動車道を建設する法律によって、合計延長 5000km の道路が計画されていた。自動車道と称する6つの路線の高速道路建設法とは、1957年4月の国土開発縦貫自動車道建設法に始まり、1960年7月の東海道幹線自動車国道建設法、 1963年7月の関越自動車道建設法、1964年6月の東海北陸自動車道建設法、1965年5月の九州横断自動車道建設法、同年6月の中国横断自動車道建設法のことである。これらの高速道路は全国的な高速道路網構想に基づくものでは、 なく、地域的均衡性が取れていないものであったことから、旧建設省が1960年から自動車道路網設定のための調査を進めていた。北海道とそれ以外の内地とに分けて計画が行われ、内地では規定の6つの自動車道路計画を骨格に、地方中心都市や産業都市、地方開発の拠点を相互連絡するための必要な路線を追加認定するものとし、 全国の都市や農村地から、おおむね2時間以内にアクセスできることを目標とした。北海道については、国土係数理論を用いて、本土との道路延長を0.15対1の比率で設定されたことにより、内地分が 6580km、北海道分が約 1000km が計上されて、全国合計を 7600km の国土開発線自動車道として、 当初の計画が旧建設省により策定された。これを受けて、1966年7月に規定の6つの個別法律に基づく約5 0 0 0キロメートルの自動車道を包含した高速自動車国道を形成する国土開発幹線自動車道建設法が制定された。1980年以降、人口の東京一極集中が起こるようになったことから、 1987年6月の閣議決定により第四次全国総合開発計画が策定され従来の国間道7 6 0 0トルを含めた延長1万4 0 0 0トルの高規格幹線道路網が計画されたこの時新規追加された国間道法に基づく高規格幹線道路の延長は約3 9 2 0トルで規定計画分の 約 7600km と合わせて合計延長約 11520km 分が国土開発幹線自動車道としている。この計画で従前のアクセス2時間とした目標から1時間へと利便性の見直しが図られた。国土開発幹線自動車道の予定路線は可表の通りとされている。ただし市町村名は現在のものにしてある。ありがとうございます。